箱根の坂は芝良太郎の歴史小説。戦国大名の先駆けとなり、戦国時代の口火を切った北条早雲の生涯を描く。1982年6月から1983年12月まで読売新聞史上で連載された。本作で芝は室町時代後期に国人、地侍といった有力農民層の台頭を見抜き、 無意図色なそれまでの自動的存在を許さず、領主たる守護が直接全ての領民の上に立つ、新しい統治機構を構築した、北条総運の業績を、日本の社会史において、重要な活気であり、革命と呼んでもいいと高く評価している。また本作に先立つ随筆でも、訓令を発布して、民を、よく武育し領民たちに慕われたその人物について、 政治の基礎に民生を据えた日本最初の政治家と評している。後世後北条氏の祖として巧妙になる総運の前半生は現存する資料がとしく不明な点が多い。そのため、本作では、駿河に下って今川氏の確証として活躍し始めるまでの伊勢新ンクとしての前半生の大部分が作者の創作で補われており、その後のご半生も、 史実の他に伝承などで語り継がれてきた、総運の人物像を取り入れたり、作中の時代や舞台にまつわる民話や今用などが盛り込まれ、巧みに物語を構成している。特に、東国へ下る、主人公、義兄妹の近畿を超えた愛情など、恋愛文学の古典、伊勢物語からはいくつものモチーフが引用されている。室町将軍家に使える名門、伊勢氏の支流に生まれた娘、 千ヶ谷やは、諸子としての羊から慶郊外の山里である、田原里に預けられて養育された。長寿手跡、類いまれな美貌に恵まれた千ヶ谷やは、将軍、吉政の弟、吉美の側目めとして奉公するべく再び慶へと呼び戻される。慶において、千ヶ谷やの世話をすることになったのは、吉美の申し継ぎ衆を務める義理の兄の、新九郎であった。 伊勢氏の一門とはいえ、暴流の出身であり、三十を超えながら無意無感で、所用もなく持ち家すら持たない。この義兄は、伊勢氏の僧侶屋敷の一角の小屋に住んで家電の蔵を作ることのみに精を出す。毒にも薬にもならぬ牧年人のような心情の男であった。多くの合死者を出して去っていった、潮六、干渉の基金は、今に至るも深刻な爪痕を世に残していた。またには、 貴民が溢れ返り、食い詰め者は、野党となって、乱暴牢石を働き、刑の支柱でも争いの耐える日はなかった。式日著しい室町幕府にはこれを是正しようとする、力も意志もなく、どころか将軍刑視問題が火に油を注いで世上の、物々しさはいよいよ高まり、ついに諸国の勢力が二分されてぶつかり合う応人の、乱が起こるに及んで、未曽有の対乱が世を追い始めた。 乱の背景にはそれまで地下人として癒しまれていた国人、地侍といった階層の流星があり、農業生産性の向上と商業の発達によって、そうした地下人層が力を得、社会全体に地殻変動とも言うべき変化が起こりつつあった。世の乱れや民の困窮に友風を感じながらも、己の無力さに探索していたシンクロは、史上初めて農民たちが力を持ちかつて、 日本という国になかった巨大な変革が訪れようとしているやもしれぬと考え、ふつふつと湧き起こるような新たな時代の帯道を感じる。足軽という新たな武士の登場も時代の変化を象徴する一端と言えた。不意打ちや闇打ちも辞さずたと、絵人界にまみれても勝利にしがみつくといった足軽の先方が世を席巻し、原平以来の戦いに勇壮な美を求める旧来の価値観は、 つえようとしていた。ひょんなことから足軽たちの軍勢を指揮したシンクロは、己の中に眠っていた軍災に気づかされ、伊勢氏の長者から命ぜられるままに従順に年月を過ごしてきた、これまでの生き方を顧り見ることとなる。それまでも幕府に奉公する中で折に触れて、政治、軍事にまつわる自身の再起を自覚することはあったが、とはいえシンクロは、 天譜と言っていいそれらの才を好ましく思わなかった。あるいはその才は要沈め民の苦難を救うことのできるものやも知れなかったが、守護や自童でもなければそうした才を振るう機会などある、はずもなく、また義や礼節といった常識の中で己を律することが嫌いではなかった。しかし違いやもそうした、シンクロの眠れる神王の存在に気づき、義理の妹でありながら密かに慕うようになっていた。 駿河の大主今川義貴が、新女に通って、男を知った後でもそれは変わらず、むしろ一層焦がれるようになり、義系に対しての連暴を募らせていった。シンクも、違いあを憎からず思っていたが、何分にも、義系妹という関係であり、夫婦として添うわけにもいかない。やがて乱はいよいよ拡大して、それまで採火を免れていた花の御所近辺までにも、戦火が及ぶようになり、 シンクロは、ヨシミと共に刑を落ちさし、ヨシタダの子を身を持っていた千賀屋は彼に随伴して、駿河へ下り、二人は離別することとなる。そして歳月が流れ、ヨシミの下を辞したシンクロは頭を丸めて、入道姿となって、騒運と合し、諸国を流浪するようになった。自らを、尊生者と語って、世を捨てた、浪人、騒運だったが、たまたま足を踏み入れた駿河で、 偶然の成り行きから千賀屋と再会することとなる。着男を生んで、北川殿と損傷されている、妹の生活を乱したくないと考えた総運は、すぐに刑に引き上げ、千賀屋との縁はここで途切れたはずだった。しかし、駿河市後の吉忠は遠征中に、遠藤海で死去。吉忠着男の竜王丸と、吉忠重邸の今川の利光との間で光景を、めぐる騒動が持ち上がり、 市ヶ谷と竜王丸を守りたい方へから知らされた総運は、再び駿河へ向かう。駿河では、今川蓮氏である、五府大衆と地頭、国人衆の冷戦が、家督争いに影を落としていたが、さらに、伊豆を隔てた関東から大木に上杉が、有力機関の大田道館を、伊豆の堀越久保の足利正友,友も、配家を駿河に進駐させた。鎌倉府は分裂し、 足利重氏と室町幕府側の上杉氏は、関東を二分する戦争を繰り返し、駿河と国境を接する伊豆には、幕府から送り込まれたが鎌倉に入れなかった正友が、御所を建てた。関東の干渉を除くため、総運は龍王丸が成人するまでのリ密を、貢献としておく、妥協案を同館に提示し、同館は了承した。総運は同官に敬意を持ちながら古い体制を、 支える彼の将来に危惧を覚える。駿府にとどまらず、伊豆に近い広告事情に入り、関東からの侵入を食い止める役目を追い、マリコにいる竜王丸と、北川殿を駿府城ののりみつから守ろうとするがのりみつとの対立は頂点に達し、ガンアミの力を借りて総運は命がけでのりみつ兄弟と対峙して、これを倒す。騒運が駿河に来てから、再退し子供を設け、 市ヶ谷を亡くし、宇治地下が駿府に入り仕事になるまでに10年以上の歳月が流れていた。役目を終えた、総雲だが、関東では、同官暗殺を契機として、三内上みすぎと、大木谷上みすぎの争いが勃発。情報の集まる京都に向かった総雲は、加賀の一行一揆から経済力を積み重ねた、自童、国人衆が結束する時代の流れは止められないと、感じる。 自らも、伊豆の堀越久保を追放し、地頭、国人、地侍を直接支配しなければ滅亡すると悟るが、実現するには力が足りなかった。しかし、正友が子供の足利茶々丸に殺される。逃げてきた、正友の次男より天末を聞き、自らが仕えてきた足利氏が腐り切っていたことに、憤き通る。宗運は、修善寺の流刑と連絡。 また今川より兵を借り、堀越久保を補佐する、今川家の大官という名分を立て、伊豆へ攻め込む。破れた茶々丸は、三浦半島の三浦氏のもとに逃げた。名目はともかく実質上、伊豆を支配するに至るが、茶々丸がいるため基盤は確かではなかった。伊豆を占拠した総運は、三内上杉への大工場から大喜田に上杉の参家に入る。 カスヤの上杉貞政からの命令により出陣した、総運は、相模に入り、小田原を通過する際に、大森氏よりと外孫の三浦義哉と対面する。両者とも優れた武将だが氏よりは老衰しており、義哉も、武将としての器量を認めながら、人間としての好きがあった。義哉は茶々丸を引越した、三浦時高の養子したが、実施ができると高時と対立が深まり、 小田原に亡命し停発して、道ずんと号したが、三浦市への復帰を秘めていた。三内上杉川の高時を攻めるため、吉奴の応援として、伊豆海軍を動員した総運は小詰めに、鎌倉に入るが、後輩ぶりを目にする。時高は滅ぼされたが総運は、後味の悪さを覚える。秋田との戦いのため入った川越城では、 土塁と堀により複雑な車を設計した道館の偉大さを感じるが、聖死と定政は時代から取り残されていた。荒川を挟んで両上杉が睨み合う中宇治寄りが亡くなる。定政と秋貞の戦いは定政が殺され、早雲は退却。鎌倉で撤退してくる部隊を集めるために、吉奴に駐屯を申し込むが、三内上杉への遠慮から吉奴は拒否。宇治寄が亡くなると、 相模国の国人たちも、伊豆の国人州に手厚い保護を与えて、評判の高い早雲になびき始める。丁寧な下準備を経て、箱根の坂を越え、大森藤りを追放し小田原城を奪取した総運だが、その勢力は、まだ吉奴に勝てる規模にはなかった。小田原城に入った総運は吉奴からの挑発に耐えて、長期間にわたる。 大治の末に滅ぼし、東、相模をも平丼することに成功する。相模全土を征服し、戦国期を通して関東に派を唱える古法上市の石を築いた、総雲は、ほどなく88歳の生涯を終えた。総雲が、箱根の坂を越えて、相模に侵攻したことが規制の秩序を破壊し、戦国の世の口火を切ったことは、紛れもないが、その生涯は、野心家と見るには、 精廉すぎる。しかし理想家と見るには行動があまりに全身的であり、一見して捉えところのないその生涯を解く鍵はおそらくは相運という法名に込められている。暁の雲を意味するその名前は歴史における自身の役割を自覚し新たな時代の到来を告げようとする明確な意思によってつけられたものであったのかもしれない。自他ともに そこまでのことをも見通せる眼力を、総運という男は備えていた。ありがとうございます。